マガジンチャンネル渡辺様名人戦の復将何になさいますか、うん正直欲しいものがもうないだって賞金ももらってるから自分で買えるしでも復勝は新聞の記事とかに載るからな受けるものにしないとえっ結果選んだのがゲーミング財ス。 サッカーや野球で選手がベンチで座ってるやつ畳3畳にゲーミング PC とゲーミング座椅子完全にゲームの人じゃんお、2台もらうへえ、私の分俺の分2つテレビ用、PC 用ただいま今日井の頭公園にカワウがいっぱいいたなカワウ ウの一種ウの一種ウかウかウウウってわかるウカイのウ鳥でしょそうでもウが何の鳥かわかんないウウっていう種類の鳥だよ大きくて首の長いへえウってあれでしょ鳥の難しいバージョンでしょ 鳥とウの漢字を混同してる1秒で察知鳥の難しいバージョン書いてみてうーん5秒固まる書けないじゃあ今度はウを書いてみてだから書けないって言ってるじゃんやっぱり以前ウがエトにいるって言った原因はこれかあとウもあったっけウカイのウ これ読める？卵、赤ね。いや違うか。鳥。中うのう。これは初見だねああ。いろいろとこんがらがってる。一つずつほどいていこう。エトの,のウサギで中うのう。エトの鳥。これは正解だ。鳥または鶏。うかいの うん考えたら日本語って難しいかもしれない鳥だらけだでしょこれ騎士みんな読めないよそれはないまあ無知が露呈しないように生きていくよもう遅いよ390周年うちの子たちの大展覧会を見に行く隅っこ以外に知ってるのないんじゃないどうだろうねなこの子うちにいる 17年前に天彦君からもらった豚のぬいぐるみがモノクロブーと判明ああタレパンダも 3x なんだ鉛筆がすごくいいシュールあ,あれあれ近くで見ようとするも悲しき老眼リラックマだ4匹いるよ誰と撮るあの子一番小さい黄色い鳥と記念撮影 はい、チーズ <laughs> 待望のすみっこコーナー横溝ゆりさんのデジタル作画映像だ俺、これ知ってるこれも知ってるこれも知ってる映画も見たしいつも Twitter 見てるしほぼ知ってる謎のドヤ顔おねえ見てあの人んうん一人で来てるのかな、うん、さあ 君お友達になれそうだね隅っこに夢中なおじさんに夢中になるおじさんお土産にタンブラーとコースターを購入また隅っこグッズが増えるぐひひ